こんにちは、サックス&ベノーバン、お池夏樹です。今日はサックスの練習に使えるスマホアプリ紹介第2弾です。はい、皆さん、メトロノームのねカチ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 の練習は退屈でありつまらないということで、ドラムの伴奏で練習をね楽しくやりましょうという話です。で、以前実はヤマハのソングビートというアプリをねこのように紹介させていただいたんですけれども、実はごめんなさい、iOS のみ対応だったんですよ。はい、iPhone や iPad などで、使えるアプリ だったので、Android の方やね、もしくはガラケーガラケーはそろそろスマホに変えたらどうですかっていう話なんですけれどもね、無料で使えて、で Android でも Windows でも、まあはたまた Mac でも使える、そんなアプリはないのかなということで私探しました。はい、それがですねこちら、はい、こちらムジカというですね、まあムジカで読み方合ってるのかな、ムジカという実はサイトなんですよ。ごめんなさい、アプリではないんです。はい、スマホアプリではなくて、ブラウザ上で、鳴らせるドラムマシンになります。はい、ということは、まあもちろん iOS でも Android でも Windows でも Mac でももう関係なく、もうブラウザが開く場所であれば、ネットがつながる場所であればどこでも使えるよねっていう、サイトなんですよ。はい、このムジカっていうのはね音楽学習プラットフォームで無料で使えるんですけれども、デンマークかなんかのね方が開発して、こうやって日本語訳、ちゃんと日本語に訳されているようなので、ぜひ皆さんサイトにアクセスしてみてください。で、使い方めちゃくちゃ簡単なんですぐ覚えられます。このね左上のこの再生ボタンのとこね、ポチッと押します。そうするともうドラムパターンが鳴るわけですよ。でこれに合わせてスケールなりロングトーンなりすればいいよねっていうことです。はい、こんな感じでできますと。で、もちろんですね、ここの今90になってますけど、テンポのところをですね、例えば120、あ、間違えちゃった、120で打つと、はい、速くなりましたね。そしてこのスイングって書かれたところを押すと、はい、3連で、これなんかブルースとかの練習に良さそうですよね。はい、そしてねここのポップロックっていうところをジャズにする、ジャズにすると、うん、ライドシンバルのレガートな感じがねありますから、これでとかね、なんかこうフレーズの練習とかするの良さそうですね。この他にも16ビートのねファンクのリズムが入ってたりしますから、もういかようにもできますよということです。しかもね、これ何がすごいって、ポップロックの1番に戻しましたけれども、このね下にこの使い方書いてあるので、詳しくはねここ読んでみてもいいんですけど、これねこの緑のところが音出るところなんですけど、これを抜くと音が鳴らなくなるのよ。ということは、こうかな、リズムパターン変えられるんですよね、自分でね。面白いよね。しかもねこの黄色いものにすると、うん、ハイハットもオープンになったりとか、楽しいねこれね。だからね、この一番右の消去っていうところを押すと、全部消えるので、これでね自分で作ることもできるのね。例えばそうだな、
あ、じゃあもうちょっとテンポを上げて、やっぱり120ぐらいにして、うん、スネアとドラムだけでこういうリズム作ってみたりとかね。ドラムはね、うん、黄色にすると、リムショットになるんだね、うん、じゃあタムと、あ、こういうフィルインとか作れるとかね。はい、なんか楽しくなってきちゃいますね。はい、ちょっとなんか目的が変わってしまいましたけれども、このようにドラムマシン、を使って練習を楽しくね、まあロングトーンやスケールの練習を楽しくやってみてはいかがでしょうか。そしてまあせっかくなんでちょっとドラムマシンっていうのをね、いじってリズム遊びなんかしてみても面白いかもしれません。さあ皆さんも、メトロノーム代わりにいかがでしょうかという話でした。今日の動画いかがだったでしょうか。あ、面白かった、役に立ったという方はぜひ高評価いいねボタンを押していただけると嬉しいです。またこのチャンネルではこのような、サックスの練習に使えるスマホアプリなど、まあ、ちょっと今日はねごめんなさいアプリではなかったですけれども、を紹介していきますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではコメントなどお気軽にお待ちしております。そうだな、取り扱ってほしいスマホアプリなどありましたら、どしどしお寄せください。それではまた次回もお楽しみにしててください。皆さん音楽を楽しんでいきましょう。さよなら、バイバイ。